はい、共同墓地に来ました。ここがね、たけし農場の先祖様が眠る共同墓地になっております。で、共同墓地なんで基本的にどこへお墓を建てても OK です。ただ大体本宅があって、本宅の周りに新宅があるというのが多いですね。はい、でこれが、たけし農場の分家になります。新宅ですね。はい、これとあと一つ、ここにもね、新宅のお墓が一つあります。で一番奥が、はい、たけし農場のお墓です。はい、これが本宅に なりますね。うちが本宅です。これね、結構150万、なんか結構いい値段したような気がするんだけどね。なんか母がやれって言うんで、やりましたけどね。まあほとんどうちの母が決めて、私がお金を出したっていう感じですね。はい、でこれがね、この古い石がもともとあったうちのお墓の墓石です。それとね、ちょっとわけのわかんないのが、ここに3体3つあります。これも何かよくわかんないです。ただ、朝鮮人のね、お坊さんの話ですと、まあ縁があってここに一緒に埋まってんだから祀ってあげてくださいっていうことなんでね自分はもう勝手に これ墓じまいしちゃおうかなと思ったんだけど、墓じまいもできずに武志家の墓で一緒に祀ってあります。はい、そういうわけでね、ここのまあこういう空き地の雑草ですね、ほとんど今雑草は生えてないんですけど、ここに除草剤振りました。以上です。